フロイド・フランクリン・バニスターは、アメリカ合衆国サウスダコタ州、ヒューズ・グン・ピア出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。息子は、元プロ野球選手のブライアン・バニスター。1973年の MLB ドラフト3巡目で、オークランドアスレチックスから指名されたが入団を拒否し、アリゾナ州立大学に進学した。1975年に第4回日米。 大学野球選手権の全米大学選抜に選出された。2試合に先発し15イニングを投げ25奪三振をマークした。また、最終第7戦では14奪三振の大会記録を樹立した。1976年の MLB ドラフト1巡目でヒューストンアストロズから指名され、プロ入り。1977年にメジャー昇格した。 1979年にシアトルマリナーズへ移籍。同年は MLB 選抜の一員として来日した。1982年にはアリーグ最多の209奪三振を記録し、オールスターにも出場した。同年限りで退団した。1983年にシカゴホワイトソックスへ移籍した。1987年に退団した。 1988年にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。1989年6月に左肩を故障し、手術を受けた。1990年にヤクルトスワローズに年俸100万ドルと破格の条件で入団した。大リーグ通算133勝は1962年に野手として中日ドラゴンズに入団したドン・ニューカムの149勝を除くと、 大リーグ出身選手の最多勝利であった。開幕からローテーションに入り3連勝したが、左肩の故障が感知せず、先発で9試合に投げただけで、シーズン途中の6月19日に解雇されて退団した。故障のため日本プロ野球で成績を残すことはできなかったが、当時投資コーチを務めていた。 安田武氏によると、あんな真面目な外国人選手は後にも先にも見たことがなく、トレーニング方法や、それに対する姿勢など、当時のヤクルト投手陣に与えた影響は大きかったと言う。武器は、ファストボール、スライダー、シンカー、チェンジオブスピード。1991年はカリフォルニア・エンゼルス。1992年はテキサス・レンジャーズでプレーした。 ありがとうございます。